はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、まあタイトルとかにもね書いてあると思うんですが、なんと私イベントの方に出演させていただくことになりました。まあ出演させていただくことになったっていうか、まあそうですね、出演します。で、まあ簡単に説明するのですするんですけど、よければね続きは概要欄の方に、なんだろう、そのホームページっていうかね、お申し込みっていうのかな、貼っておきますので、よかったらそちらで見ていただきたいんですが、ちょっと今からちょっと勘弁見ます。2019年9月22日に、Zoom ですね、よく聞くと思うんですけど、その UM さん主催のそのあるんですよ、イベントが。まあそちらに、まあ、出演させていただくと。で、9月22日の日曜日、そして、第2公演ですね、はい、間違えても第1公演、いやでも他のクリエイターさんの方なのでね、もしそこに行ってもトライアングルさんいないので、緑の緑虫どこやと言われても、そんなん知らんと言われるだけなので、ちょっとお気をつけください。で、第2公演なので、2時からですね、2時からの、公演のになりますので、お気をつけください。で、場所は東京の新宿で、一次選考が7月29日、もう今始まってますね、7月29日で、で、8月7日までになりますので、まあ一次選考で今のうちにやっといた方がいいと思います。はい、まあ、もしかしたらっていうか、選考っていうかね、そのいっぱいになったら、もう二次選考あるのか分かんないんですけど、ちょっとよくそこら辺の仕組みは分かんないのでね、まあ、よかったら、下の概要欄の方に、リンク貼っておきますので、まあ、そちらでよかったら来ていただけたら嬉しいです。で、多分ね、他のズームの、今までのズームの方と違って、そのゲーム実況者としては異例の、結構僕のやってる、普段実況やってるゲームをイベントでできる可能性があるんですよ。普通なんでかっていうとね、普通やっぱりそのマリオとか任天堂のゲームって著作がいるんですよね。でも青鬼オンラインってそのウームさんのゲームなので、だから、あ、できますよって言われたんですよ、その青鬼オンライン。だから、まあ、まだちょっと未定なんですけど、その例えばその来てくださった方々と、要はフレンドマッチというか ID をその場で公開して、じゃあ早いもん勝ちでっていう感じで、そのまあその部屋に入ってもらって、僕対そのフレンドの方々9人で戦って勝負みたいな。で、勝ったらその僕より順位が高かった人にはそのまあグッズっていうかな、そのプレゼントみたいな感じをちょっとやりたいなと思っておりますので、まあ、よかったらね来ていただけたら嬉しいなと思います。トライアングルはどんなやつやと、はい、あいつが緊張して固まってるとこ見たいっていう方はね、ぜひ見ていただ、緊張すんのかな、わかんないけど人生で多分緊張したことあんまないんですよね。まあ、なのでよかったら皆さんどんどん来て、緊張させてくださいということで、まあ、このままねこの動画、このお知らせ動画だけで終わらせるんかと、はい、それはちょっと忍びないので、今からその、イベントでやるであろう、やるかもしれない青鬼オンライン、よかったら見ていただけたら嬉しいです。それでは、はい、ということで、まあ、ご視聴いただけたと思うんですけど、はい、まあ、改めてね、イベントの方、まあ、行わせていただくという、まあ、なんだろう、あんまりね、その話していいことといけないことがあると思うので、その悪いこととかじゃなくてね、ネタバレ的な意味で、まああんまり多分まだその公開しちゃいけないようなこともあると思うので、まあちょっと話せる範囲が決められてるんですけど、まあ本当にいろんなことを考えておりますので、はい、本来ね僕結構その最初はもうオフ会っていう形でそのやらせていただきたいなって話をしてて、今回のお話いただいたので、だから本当にそれに近いような感じで、もう結構ね、ワイワイと自由的な感じでやれるならっていうこと。お、尊敬ありがとうございます。いやどうもトラギブさんだ。カッパです。ありがとうございます。とりあえず、残り50人になったら行きましょう。ローヤー、最近僕、50人ルールというものを、最近というかね、少し前に、50人ルールというものを作ったので、じゃあ私はここでゲットです。チュー！センキュー！おん！なるほど、なるほど。一応こういうとこ調べとこうか。いやでもまあさすがに鍵は出てこないと思うんですけどね。なんか何かしらさ、このレアアイテム的なのもらえないかなっていう、ちょっと淡い気持ちがある。ガスマスティン！サンキュー。
最近ガスマスティング行ってないって、まあ、あの昨日動画でしたと思うんですけど、だからねちょっとガンガンちょっとガスマスティングを行っていこうかなと思っとる所存でございます。さてまあ多分カッパを使うのはこれが最後かもしれないんですけど、カッパちゃんもねこれもうちょっと足が短かったら完璧、もっと使ってたかなっていう、まあ僕の好みの問題なんですよね。ちょっとまん丸くて足がちっちゃくて体とかその頭がでかいっていう方が僕は好きなので、もちろんそのスキンを否定しているとかじゃなくてね、うん、僕の好み的にちょっと人型っていうのはあまり好きじゃないっていうか、まあファイヤーマンはねあれは人型だけど結構丸っこいんですよ。でかつやっぱりもかっこいい、もうそれが揺るぎない真実でござるね。さてスクワット鬼のはずこのステージのレアはだよね。どうしようか、あーロッカー入りたいけど、いけるか、あおー危なかったですね。おーまだ来ましたね、ローラースケートいただきます。待って危ない、それこれなかなか危ない、大丈夫、目つけられたら悪い、目つけられ、あー目つけられ、大丈夫、目つけられない、私は目つけられない。そろ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 ロイヤー行っていいかな、54になったらロイヤー行っていいかな、どうなんだろう。今い来て、あ来てない、危ない、よしで今確か青に行ってるよね、向こう行ってるよね、多分向こうに行ってるから今行ったらやばいと思うんだ、今行ったら多分やられない、大丈夫、いいー開いてるかな、開いてた、よしThank you です。おー大西さんあ、大西さんこんにちはさん、ちょっと待って、まあでもガスマスク正直ねない僕としてはいいですよ、これはいいと思います。はい、そしてこのヒロシがなぜか止まっておりますので、どうしようだーん、イベントよろしくお願いします、ぜひぜひ概要欄から